労使協議会以降ですねスライド1から5の論点について労使専門委員会にて進捗及よび取り組みの方向性について議論を進めてきましたこれらの全社議論を受けて職場が本当に困っている課題に対して会社が真摯に向き,向き合ってくれており前進感を感じるという声をいただいておりますそして全社議論を踏まえて支部や職場でも各論点について 職場実態と照らし合わせた議論が進み始めています本日はこれらの論点のいくつかについて意見交換をさせていただきたいと思ってございますまずはグループ長の余力創出こちらを取り上げていきたいと思いますグループ長の負荷の実態調査について少し紹介したいと思いますこれ6月にですね、えー、約あのグループ長全員にあのお願いをさせていただきました半分ぐらいの1300人の グループ長からあの大変忙しい中、えー、回答いただきました。でちょっとセキュララな情報もちょっとシェアさせていただきたいと思います。余力は全くないというふうな回答をされています。で余力がない理由っていうのが大きく言うとあの事務作業の多さ。これあの管理関接部門からグループ長の皆さんに部長経由総括経由でいろいろお願いしているこの事務作業の多さっていうところが一番声が大きかったです。 で2つはあの新規業務これをやろうあれをやろうというところのですね、これが全てあのやっぱりグループを運営するグループ長に直,、まあ、直撃しているというところあと3つ目があの業務のマネジメントそして4つ目があのメンバーのマネジメントということでこういうところが負担感にががっているというのが分かりましたあの。少し生声を紹介させていただきたいと思います。あのまずですね、グループ長自身が、 プレイヤーとして多くのことをあの、まあ、対応してもらっているという実態とかですねあの一部職場によっては頑張りずむで頑張っている状態であとは、まあ、マネジメント本部長なり部長なりの一言が与える影響っていうのがあのそのままやっぱりダイレクトに業務を回していただいているグループ長のところにしばやさがいってしまっているであの GM だけではなくて部室長にも余力がない状況 で、あとはあの時間的余力だけではなくて、あの気持ち精神的な面でも、えー、余裕がなくなっているっていう状況です。やっぱりこういう事態をあの解消していかないと、まあそういう声が今集まってるっていうことはあの受け止めないといけないなと思っています。あと組織間での重複、えー、やり直し業務とか、あとはレポートライン多、えー、方面に同じ説明を何度もせざるを得ない状況とか。えー まあもうちょっと上同士でコミュニケーションすればスムーズにつ、え、な、ー、げていけるところもですねやり直しが発生しているとか、まあ、こういう実態というのが、あのー、分かってまいりましたまずあの対応すべき方向性として僕自身今感じているのはグループ長のところに行っている、えー、業務あのお願い事項をですねまずは棚卸しして、えー、どんだけ、あのー、の負担感になっているのかっていうのを見えるか棚卸ししたいということと 本当にこれあの GM にお願いしないといけないのかダイレクトにでいいんじゃないかっていうすみ分け整理を、えー、していきたいというのがまず1点でございます、えー、2点目あと仕事の手戻りとかですね、えー、こういうところあのぜひあの、えー、まあ本部長部長出張グループ長そして組合員の皆さんにも入っていただいて話し合っていただければなというふうに思いますあのグループ長の管理スパンという質問もさせていただいたんですけれども ある本部では八割のグループ長が適正ではないと、である本部では二割の方が適正ではないというふうに、やっぱりあの同じアンケートでも相当ばらつきがありましたので、あのこれ各職場とも会話を重ねさせていただきいて議論して、えー、解消していきたいなというふうに思っております。本年の労使協議会では技能系 E 部門の職場課題として提案してもなかなか上司に受け入れてもらえない、本音が言いづらいといったメンバーの声を。 お伝えしました。これらの声に対して、車両系技術、パワトレー系職場を中心とした風通しの良い職場づくりへの活動を進めていただいております。E 部門においては、想像を超えるスピードで業務が多様化しています。既存領域での技術の深掘りにおいても、デジタル化や Web 企画開発業務に代表される新たな領域においても、働き方を変えること、そして、 メンバー自身のさまざまなチャレンジが求められていると感じていますこのチャレンジをさらに加速させるための会社のお考えを教えていただけないでしょうか今回の風通し活動というのは E 部門全体でありますので先ほどまあ組合から話がありましたように製造技術、物買い、カスタマーファースト、物流こすべてのところでま取り組んでいく内容でございます 今の活動をさらにま広げながら、えー、しっかりと実りあるものにしていかなければならないという課題認識を持っております。この技能系職場っていうところにおいては、今いろいろなま課題というかやらなければならない仕事が本当に山積しています。自分のキャリアとして何にチャレンジしていくのかそんなことをですね、まあ、職場の上司とあのしっかりとこうコミュニケーションを取れるような環境を 一日も早く作りたいいいなという,ふうに思いますトヨタウェイ2020にあるように仲間を信じるとかありがとうを声に出すとかなんか技能系本来各チームに合ったこういう雰囲気というものをですね心の部分もしっかりとあの各職場に行きながら伝えて本当にあの大きなアウトポットが出せる技能系集団 いうのを目指して頑張りたいというふうに思います技能系 E 部門ではですね全社組織上非常に多くの本部とカンパニーにまたがっています一方で一つ一つの本部カンパニー単位では人数としては次直職が多数を占めていますだからこそ技能系 E 部門全体のさらなる活躍を横串で考えられるような E 部門懇談会等を設置するなど労使の話し合いの枠組みを相談させていただきたいと思います 本年の労使協議会にて取り組みを進める上での困りごとを共有させていただき労使専門委員会が立ち上がりました4月の労使懇談会では一番上にあります「全員が自由に意見を交わす風土」をベースとしまして取り組みの方向性を大きく2つに創別して進めることを確認しました1つ目としましてデジタルネイティブの活躍を後押ししていくために専門トレーニングコンテンツの整備 現場で実践するデジジタル化マネージメントの後押しについいてて議論をしてまいりましままりた2つ目としましてデジタル化へなじめないメンバーも全員で進めていくためにまずは基盤となる働きやすいルールマナーの整備として5か条の心得を発信そしてコミュニケーションにおける最低限のスキルを定義し習得に向けた支援についても労使専門委員会で議論をしてまいりました。ただ一方で 情報共有によって働き方が変わっている職場はまだ少ない印象です本年の労使協議会にて情報ポストの取り組みを GR ヤリスにて実施されているというお話がありました数ヶ月トライをされてみて良かった点ですとかやってみたからこそ分かった課題などもあるかと思います最新の状況について教えていただきたいと思いますよろしくお願いいたします えー、GRLS にて情報ポストを推進させていただいておりますありがとうございます情報は会社のものプロジェクトの全ての情報をプールすることで誰でもアクセスでき、えー、そういう姿を目指してメンバー一同トライさせていただきもう早5ヶ月経ってしまいましたその有用性それから課題その両方について見えてきたことをご報告させていただきます レースの現場部品製造工程の現場それぞれの現場で起きるさまざまな課題をリアルにシェアすることで同時に解決に動ける人がいるそれから専門分野以外の人もその情報に触れることで新しい視点のアイデアが提案される実務でそんな兆候が見られます。例えば製品比較を進める上で、 欧州のお客様の声が不足して困っていますとつぶやくとお客様関連部からこんなデータありますよと返ってくる即座に返ってきますこれまでにないスピード感とそのチームワークを感じることができました一方でまだ組織の壁を感じることも少なくありませんその情報は持っていますが上司の許可がないと発信できません ぜひともこういったことは改善していきたいと思います。えもう一つ課題は情報ポストへのえそもそもの参加率の低さにあります。えこれはえの使用しえ、使用書システムえ、設計システム、生産システム、販売システム、それぞれの部署が持っているえ様々なシステムの入り口をですね、情報ポストに移していく。もともと組織の壁を取り払って、 情報共有がより進むように、情報ポストの取り組みを開始しましたが、仕組みだけでは難しい。え私も含めて、一人一人の意識、そして何より、え先ほどからあの議論されております何、仕事のやり方を変えていく必要性があると思っています。このような場や、日々の業務の中で、えー、組織全員が、えー、一,体一体となって、 やっていくことが重要と思っております最後にこの情報ポストの活動は2つの可能性を秘めているとやりながら感じております1平面のつながりです自分たちはもちろん何よりも他の誰かの仕事を楽にする情報ポストやってみて可能性を大いに感じております先ほどで議論されていました余力づくり などにも活かされると思っております。二つ目です。時空のつながりです。これはですね、GRS の開発初期に非常に苦労した四区、えー、の技術がなかったこと、セリカ GT4 の開発から20年間のブランク、技術報告書は残っていました。ただ、その報告書の裏にある背景、その時、その場で、その現場で取り交わされたコミュニケーション、 これが重要でした。それが残っていればと悩んだことを覚えております。同じ苦労を20年後の技術者にかけたくない、すべてのノウハウが情報ポストで残っていく、この会社の将来のトヨタの仲間たちの資産になっていく、未来のもっといい車作りに繋がる、そんな可能性を秘めております。えこういったことをメンバー全員で心にもう一度、 認識して、この活動をしっかりやっていきたいと思います。えっと、私からはですね、あの、プロジェクトメンバーからの声も、あの、伝えたいと思います。上流か下流までの関係者で情報共有することによりですね、スピード感とチームの一体感を感じているという声や、情報共有のハードルが徐々に下がってきているというような声も聞いております。一方でですね、あの、組織の壁というようなお話もありましたが、あの、部署内に比べて部署を超えた情報共有。 関してはえっとまだ道半ばだというふうにも感じています。情報共有をすることで自分以外の人にも嬉しさがあるということを理解して、えー、まず我々はやってみると、そして迷ったらま周りに相談してみるというようなことがあの大事だというふうに思っております。このようなあの部署を超えた情報共有に関してですね会社側のあのお考えもお聞きしたいと思っております。いかがでしょうか。デジタル化っていうのは新しいそのツールを使ってですね。 その今斉藤さんの言葉にもあったように自分たちの仕事一緒にやるチームのメンバーの仕事すなわちチームでやるその仕事の進み方が、まあ、分かりやすくと楽になるもしくは効率化されるというようなあのことが目的だよねっていうことをあのそのチームがまず共有して認識し合うってうことがとっても大事なんではないかなっていうふうに思います。 開発チームの中にトヨタ自動車のメンバーだけじゃなくて今いろんな方が加わってあのやってますそれはもうあのジャケットの色は関係ないみ,みんなそこに参画する開発メンバーなのでチームの中では情情報報共有先ほどサイトった情報ポスとといいうう概念もそうだと思いますこういうものをきちっとまずルールとして運用として認識し合うっていうことがとっても大事なんではないかなと。やっぱり目的をみんな あの明確に持ってあのデジタル化をすることが目的ではないので資料シーンに応じてデジタルツールを使う目的は何なのかというのをぜひ皆さんで共有しながらあの今後も進めさせていただきたいなというふうに思います昨年の労使協で初めてデジタル化の話題が出た時に豊田社長がおっしゃったのは情報格差をなくししていきましょうこれがキーワードだったと思います。 で情報格差をなくしていくというのはまあ、1年経ってみてやはり情報と組織の関係を人を中心にま再構築をするということで表現できるのではないかなというふうに思います大事なのはやっぱりみんなが情報としっかり向き合うっていうここだと思うんですね全員がやり続けて少しずつでも Sharing information, breaking down organizational silos. But I think if we step back and think about the purpose of our work to create uh, not just uh, a good environment for each department and within our company, but also to create um, great products for our customers. Throughout Toyota's history, new technology has transformed both our business and our products and the spirit of toyota's with continuous improvement. Uh, now we have new tools to enable that. some of the repetitive or manual desk work tasks and um, having production, engineering, and sales data in digital form can lead to advanced analysis and data science and data visualization tools. and finally, um, i heard a lot about uh, Many employees not having enough time for uh, training or skill development. And that is something that we would like to strongly support. And we hope that uh, through embracing some of the digital tools, we can give time back to our employees so that they can spend uh, more productive and happier time and don't feel so much burden. I believe that if we work together and change our action, change our mindset, uh, we can change our company.

この議論をもとにさらに取り組みを進めていけるかどうかというのが大切だというふうに思います中でもトップダウンでの業務開廃ですとかまたあの今話にありました組織の壁こういった課題についてはですね役員の皆様また幹部職の皆様にも是非引っ張っていただきたい課題になります是非、えー、ですねあの引き続き職場の本音の声をもとに議論をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします 今回の労使協も含めてやはりあの組合の方からあの自分たちの困りごとそれから、えー、550万人を思ったですねやっぱり意見それから今日お話ありましたがあの GM の働き方という、えー、まあ正確にはあの機,の機関職であってが中心なんですけれども。 やっぱりそういったことをです、ね、あの声を出してきていただいてそれがやっぱりいろんな話にです、ね、つながっていっているということを本当にあの実感をしております。ですのであのこういった声をですねやっぱり出していくにはあの先ほどありました執行部それから職場委員長、えー、評議員それから職場委員の皆さん、えー、本当にこう言いにくいことをねやっぱり言う,言うっていうことは あのやっぱりすごいあのストレスでもあり、えー、ですけれどもやっぱり仲間のためにということで声を出していただいて,きたっていいいいいたただだきととううことなんだというふうに思いますですからあの我々もですねやはり会社側もしっかりとあのその話を聞いて、えー、一歩でも何らか動いていくという姿をですねやっぱりこう見せていくっていうことがあのほとんどの部署ででき始めているとは思うんですけれどもまだまだのところも多分あるというふうにも思いますので。 ぜひとともやっていいいいきたいなううふうに思います先ほど仕入れ先さんからやっぱりそのいつが挽回生産かっていうことが知りたいっていう,もうこれ本当に本音だと思うんですよね本当の声だと思いますけどあのこれは誰にもわからないっていうのが今の今状況ですよね、まあ、ですからあのじゃあわからないっていうことにとどまらず今多分じゃあどういうことが分かればいいんだろうとかどの時期になればどういうことがっていう,こうその辺りをこうお互いにこう詰めていって頂い,いてるっていうのがですね 現状かなといいう,うに思います正解はないんですけれどもやっぱり少しずつでも距離を詰めながらですねやっぱり理解をお互いに進めていくということを引き続きやっていければいいなというふうに感じております。